アイシーは実験室から足を踏み出した。アイシーは理解している。矢印に従って進みさえすれば。ああ、彼らはユダが使わしたモンスターだ。倒すほかない。アイシーは開けた場所にたどり着いた。遠方できらめくハリー子の水面を見て、自身の使命をひしひしと実感しているところだろう。崖の端に橋の制御装置が見えるだろうか。アイシーはどうやらそれを起動するつもりのようだ。アイシーは目の前に現れた緑色の沼地を気をつけながら飛び越えた。アイシーは月夜の森にたどり着いた。彼女の目の前にはダハ…いや、ちょっと待て。橋はどうした？そうだな。とりあえず、矢印に従って進んでくれ。アイシーは飛び降りた。どうやらここは、下水道のようだ。周囲にぶら下がる残骸を見て、アイシーはここがただの下水道ではないことを悟った。原因はユダに違いないだろう。アイシーは水路から飛び降り、広い空間にたどり着いた。
アイシーは矢印に従い、ここは下水道のはずだが、緑色に濁った泥沼を覗いて、あまりにも片付きすぎている。まるで何かが一度この地を掃除したような。アイシーは暴食を破ると、目の前に出口を見つけた。アイシーは、とある町に足を踏み入れた。しかし、なぜかこの町には、人っ子一人見当たらない。アイシーは建物の周りを探索してみたが、やはり誰もいないようだ。まるでこの町から全ての人が消えてしまったような。アイシーはまず町の中心を探索することに決め、矢印に従って奥に進む。アイシーは矢印の方向に進もうとせず、あらぬ方向へ向かって進んだ。アイシーはまだ気づいていない。町の中心に位置するコントロールエリアに居座る時、トールを倒さないとコスモシティのゲートが開かないこと。
コスモシティのゲートが。な、何？そんなバカな、どうやってここにたどり着いたんだ？どうやって？いや、まあいいだろう。影響はない。矢印の通りに進みさえすれば。アイシーは地下鉄の駅を見つけると、中に入って探索することにした。アイシーは宝箱を見つけた。宝箱を開けると不思議なアイコンが表示され、アイシーは柵をダッシュですり抜けられるようになった。そしてアイシーは矢印に従い左側へ進んだ。行き止まりだと？いや、ここは行き止まりであるはずがない。ここは？アイシーはさらに奥へ進んだ。
アイシーは続けて矢印に従って進んだ。ユダを見つけることが最優先だと彼女は理解している。アイシーは下を探索したが何も見つけられなかった。やはり矢印の方向を目指して進むべきだろう。彼女はまた下に進んだ。そこには何もないというのに。こらこら、何もないと何回も言ったはずなんだけど、何やってるの？わかった。君の勝ちだ。では、奥に何があるか見てみるがいいさ。狭い道に汚い水たまりがあるだけだ。戻るならまだ間に合うから、満足したら矢印の通りに進んでくれ。おい！ただの水たまりだからこれ。飛び込んでどうするつもりだ？こんな汚い水に飛び込んで毒が混ざってるかもしれないのにおかしくなっちゃったのか？時間を節約するためにナビをしてやってるのに、余計な探索はしなくていいって言ってるだろ。私は君に決められたルートで進んでほしいだけなんだ。まさか実はアクションゲームが嫌いとか、それともこのゲームに興味がなくなっちゃった？わかったわかった。ちょっと待って。他のゲームをプレイさせてあげよう。まずこれはどうかな？恋というゲームだ。小さい魚になって水の中を自由に泳ぎ回ることができる。君はきっと争いに疲れてしまったんだね。だから私のアドバイスにも耳を貸さない。このゲームはきっと君にふさわしい。この雰囲気、 BGM、 どうだ、素晴らしいだろう。このゲームには争いも何もない。君が欲しかったのはこれだろ。ん？つまらないって？そうか。好き嫌いが激しいな、君は。別のゲームを探してみよう。あった、あったぞ。これはいいぞ。気に入るはずだ。君はきっとシンプルなゲームが好きなんだろう。走って飛んで走って、そんな簡単なゲームが、これはきっと気に入るはずだ。私がヤシの木が生い茂る島で見つけたゲームだ。このゲームは至って簡単。移動とジャンプだけ。空中で提灯に触れたらもう一度ジャンプできる。なあ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 、おいおい、もう一回やってみようか。あやあ、また死んでしまったのか。君も大したことないな。おおおおおまったく、君は全然ダメだ。こんな簡単なゲームだというのに、まさかわざと失敗してるのかな。私はディナーに行ってくるから、君は頑張って進んでくれ。クリアできないのか。私のアドバイスを聞かないからこんなことになるんだ。自業自得だな。これだけ痛い思いをすれば君の考えも変わったかな。ああ、次こそはきっと私のアドバイスを聞くはず。
次こそは私の決めた通りに。アイシーはさらに奥を進む。アイシーは続けて矢印に従って進んだ。ユダを見つけることが最優先だと彼女は理解している。
アイシーは右の通路から響いてくる低い方向を聞いた。強敵を倒したアイシーは右上の出口へと足を進めた。アイシーは今にも動き出しそうな地下鉄に乗り込んだ。地下鉄がゆっくりと動き出し、アイシーは時計塔への第一歩を踏み出した。アイシーは駅から出ると矢印に従いユダの隠れ家である時計塔に足を進めた。アイシーは矢印を無視し右側にある劇場に向かった。おお、前にここでやった舞台は傑作だった。名前は…おお…
アイシーは劇場に入ると自分が今から始まる舞台のヒロインになったように錯覚した。君は、どうしてこんなところにまで。何、これは何だ。奴らはこのステージに一体何を。ないもの気にしないでくれ。さあ戻るんだ。まだまだ君にはやることが。まだあるって。こんなデタラメ信じてどうする。奴らはうちで雇ってやらなければ今頃路頭に迷っていたはずだ。恩を仇で返す気か。今度は誰だ。クォースドラフドキンウジゴビン。さらに何を。全部嘘だ。私を貶めて一体何がしたいんだ。おっと、妻だ。出たくないな。実際のところ出なくても問題ないはずだ。きっとただの怒りの電話だろうし。私は出るべきか無視すべきか。君は私に出ろというのか。わかった。では出てみるか。いや、もう一度聞くぞ。本当に出た方がいいのか。私に出ろと。本当にいいのか。さあもう一度だ。君は私に出ろというのか。わかった。では出てみるか。いや、もう一度聞くぞ。本当に出た方がいいのか。私に出ろと。本当にいいのか。ああ、そうか。いや、ちょっと待て。
つまり私は出るべきなのか。君の言うことを聞いただけだぞ。私は本当は出たかったんだ。だが君が出るなと言うならしょうがないだろう。それに今我々は忙しい。そんなことをしている余裕はない。さあ先に進もう。おっと、この部屋には何もないようだ。宝箱が隠されているわけでもないし。よし、では次に。もう誰？どうして君がこんなところに？待て待て、その手に持っているのは。冷静になるんだ、冷静に。あれは嘘だ、絶対に嘘だ。私を信じてくれ、信じてくれ、お願いだ。やめ！なんだ、私は、この感覚、どこかで生まれ変わるような、私は一体。